よろしくお願いします。よろしくお願いしま,すしいします、えーす。僕たちマリノス特化型 J リーグチャンネルを始めることになりました。第1回よろしくお願いします。1> 第1回よろしくお願いします。まあ、内容としては、マリノス、まあ僕と、まあトムはマリノスサポなのか、実際。僕はまあ、神奈川に生まれてマリノスを追ってる人っていう感覚で見ていただけるだけだと思ってます。そうですね。まあ、簡単に自己紹介をすると、私、シンと申します。私、シンはですね、あの、横須賀出身で、 まあ、生まれも育ちも横須賀なんですけれども、ずっと僕も、えー、幼稚園ぐらいからマリノスを応援して、マリノス歴大体いいもう25年ぐらいですかね。えー、ずっと小さい頃から、5歳からサッカーもやっていて、サッカーが好きすぎて、昨年はちょっとあの、イギリスの方に、えー、留学をしてし、サッカーを学びに留学をしに行ってました。よろしくお願いします。私、DJ トムは31年間サッカーにしゃぶりついてます。<laughs> サッカーにしゃぶりついてます、<laughs> 僕は。 まあもう四六時中サッカー見てますよ。平日ももうサッカーをもう休憩中にも1試合見て、夜もサッカー見て、でその中でまあマリノス特化型っていうところは、まあ、マリノス、マリノスやっぱ神奈川に生まれたっていうところで、やっぱマリノスやっぱ自然と応援してしまうので、いや、間違いない。このチャンネルをやっぱりあとは、あの、回していく、スタートするってなると、やっぱりよりこう深く見るんじゃないかなっていうところで、そうですね。はい、ちょっと新しいチャレンジっていうのを兼ねて、 審、ね、いいお話をいただいたんで、こ <laughs> んな2人がきょうから配信する、まあ、開幕前といういい機会なので、そうだね、これを機に、毎、あ、節、のーはい、プレビューだったりとか、毎節レビュー、試合の感想だったりとかを、えー、発信していければと思ってます、まあ。ぐだぐだ長くやらないんで、見やすいあれかなと思ってますんで。うん、そうですね。まあ、あと僕とトムは結構ね、一緒にマリノスの試合見に行ってますもんね。 そうですね。それも、あの、SNS に、あの、行った試合、まあ、あと、自宅で見てる試合なんかも、ちょっと、はい、そこで投稿していただければ、こいつどのぐらい、こいつは見てんだ、みたいなところで、ちょっとセットグルもあるかなと思いますんで。いや、まじ。はい、そんな感じでお願いします。お願いします。お願いします。ま、そんなもんなんで、ゼロックス。まあ、じゃあ、最初、ゼロックスの振り返りになるんですけど、ゼロックス見ましたゼロックスあのー、ハイライトです。ハイライトがな、はいよ。でも、あれ、シーンは言ってましたよね。 あ、僕会場に行ったんです。いい行った。えーと、やっぱ気になったのは、上島くんの右ああ、どうだったあれどう思ったいや、僕は、ちょっとそれ、どう、どうかなと思って、一社やっぱ見てないんで。ああ,あ,あ,ああ、見の記事、ヤフーの記事見たところで、やっぱ良かった、みたいな。マスカット監督もの評価して、みたいな。でもやっぱり、ちょっとやっぱりね、パスのズレだったりとか、まあ開幕前なんで仕方ないけど、 ちょっとしたズレがやっぱり畑中のぶ部分。4危なかったですもんね。うん、パスのズレだったり、ポジショニングのズレだったりがあったから。まあそこはまあでも開幕前なんでね。これから調整してくると思うんですけど。上島はやっぱりすごい、縦の、ケーるパスがめちゃくちゃいいね。あれは。そこ良かったんじゃないですか。レイソルでやってきたのも、生かして。うん、良かった良かった、すごく。でもやっぱ上島、センターバックで見たい気もするけど。まあ、どうこうまでやる ちょっとあれですかね、レイソルの時にも、あの、浮き足で圧とかあれかなと思うんですよ。上島の対応は。はい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 。それがどうなるかな、みたいな。そうだね。うん、まあ、ね、相変わらずやっぱり、渡辺康太はいいわ。いや、でもあの、2点目の角田君のあの仕掛けやばいですよね。あれ、角田君の持ち味よね。いや、もうあれ、完全にもう、シティフットボールのあんな感じじゃないですか。左利き、ーーセンターバックの持ち上がりと。赤んじの持ち上がりみたいなね。 いやー、あれでかいっすよ。あれでいってんすからね。センター僕持ち運んで。いや、間違いない。いやー、めちゃくちゃでかいっすよ、あれは。まあでも、言うてでもあれか。やっぱりテルがいないのは寂しかったし、戦力的には痛いなと思ったな。うーん、まあ結局外人で穴埋めちゃうとあれっすもんね。そうそうそう。がっちゃうし。まあ。外人がいいから、まあ。 結構エウベルとかいなかったらどうなるんだってみたいに思っちゃいますよね。ぶっちゃけ言うと。いや、ぶっちゃけ言うとエウベルいないと相当きついでしょ。だってね、一人、一人剥がすだけなで、二人とか全然剥がしてくんじゃないですか。うん。で、やっぱ、いやで、エウベルの代わりいないもんな、今。うん。いないっすね。あとはやっ、や,や,やっぱり西村とか、やっぱり、ああいうところで決めてくるのはでかいっすよね。いや、でかいね。西村でも、やっぱり西、マルコスだとやっぱり西村にはまだ及ばないかなって感じだな。 いやなんかもう、仕事の量がやっぱ明らかに西村の方が多いっすよね。そうだね。マルコスやっぱうまいんだけどね、なんか西村の方がすごい一つ一つ丁寧なんだよね。受け方とか、その、は、ば<と>き方とかも。だって、やらせたらもう、だって変な話、それも受けるのもできるし、だってヘディングとかもできるんじゃないですか。ああ、できるね。だから明らかにもう、やれることの幅が広いっすよね、西村の方が。 いいマ,ルマルコス、あの、オフザボールの時何してるって、あんま、あれなんですよ。結局4-5-1のトップシャイナなイメージです。あ、確かに、確かに。でも、はパギがなんか YouTube で一番衝撃的だったのはマルコスによっていて。言ってました、言ってました。そんな感じで、水沼コータはでは安定して、安定してなねやっぱり。まだ、あれが、水沼コータがい、ね、ちょっと言い方悪いと、やっぱテール、やっぱり、 それいい意味では誤算でしたよね、水沼晃太が守りきるっていう、あのスタートで確かにそこ、序列変えたなと思ったんですけど、年齢的なアドバンテージ、あのやっぱアドバンテージで出るの方があったと思うんですけどでもやっぱり、えー、水沼晃太はあー、いいね、数字残したんじゃないですか、<の>去年は去年も残したし、今年もあとでももう33等だったいやー、まあ、マリオスはでも盤石にくるんじゃないですか、今年も上にはくれてますよ。 あとはあれだね、帯の歴史だやな。うん。どうなんですかねまあ、それ、ね、でも、やっぱりこの、となると、開幕戦プレビューの方にも。そうだね、開幕戦プレビュー行きますか。うん、まあ、じゃあ、開幕戦プレビューなんですけれども、これ,これがちょっと前回対戦時の。ああ、なるほど。スターレのスターメンとマリヌスのスターメンになっていても、本当、マリサポは前回のフロンターレのトドロギでの、あの、JGU の、 悪夢はもうう思思いい出したくないと思うんですけどあれね、あれね。あれ、マジで悪ったと思う。でも、ここで、あれ、予想スタメント次出てくるんですっけあ、予想スタメント、フロンターレは予想スタメントしてないわ。あそうなんですね。わかんないから。でも、じゃあ、フロンターレはこれ誰が出てくるんですかね谷口いない。そうだね。一応、けが人情報は、これ、マリノスが小池と、まあ、宮市もちろん、まあ、木村拓人君っていうあの明治大学から来た子、と、まあ松ンが、 怪我は治ったらしいんだけど、違和感を訴えてたらしくて、ゼロックスはベンチも入ってなかったんだけど、まあその開幕戦、フロンタール戦で出てくるかどうかっていう感じだよね。うん、まあでも、どうなんですかファーストチェースはやっぱ松原になってくるんですかまあ小池はちょっと厳しいから、でも、もし間に合うのであればやっぱ松剣使いたいよな、右。うんなるほど。まあでも、まあいい時はいいって言うけど、僕結構まあ確かにミスがある、あるいはあるけど、 マリノスにやっぱり長くいる。分かって,てサッカー分かってんじゃないですかてて。そうだね。マリノスのサッカー分かってるから、やっぱり上島君よりかはやっぱ松剣の方がいいよね。そうですね。開幕戦だし。バンジ盤石に来たよね。はい。でも、まあ、フロンターレもやっぱりここの小林ユとイエナガ、イエナも怪我したらしくて、ダミアンもやっぱりもう厳しいということなので、これもかなり痛いよね。あダメアンなんです,、ね、すね。ダメアン、ダミアンみたい。ダメアンなんですね。ダメアン。 まあどうなるんですかね。でも宮城大政くん、トスから帰ってきた。じゃそうなるとこれここでやったら知念いたら知念絶対出てますもんねけ。開幕。あ知念出てるね。アントラーズ行っちゃったから。でもアントラーズやばいやん。やばいですね。今日も負けたし、なんか練習試合も全部負けてたらしいほとんど。まあでもそうっすね。フロンターレトドロトドロケーションね次開幕。トドロギだよ。 劇場をやられないことを祈りますけど。この前のトドロギー劇場もあったし、前も開幕でフロンターレに普通にボこされたもんな。まあ確かに。うん、でもこの、どうするんですかね前の陣容は。でも、東院横浜大学のあの子、山田くん。山田君。もうなんかすごいいいみたい。あ、出て、ワンチャン出てくる可能性ありますね。じゃあ、大卒だったら。ワンチャン大卒ルーキーで、大卒ーー、まあ、大卒は絡んでこないと、やっぱり、普通は絡みますよね。すぐやっぱり、予測戦略だったら。 うん。私だって、三笘とかもエグかったもんな、最初からも。まあ、それは別格だけど、あいつは。さすがに、妙眼くん出ないですか妙眼くんきついんじゃないいや、なんかもう、あいつやばいじゃないですか、って。<laughs> あの子もうまいけど、まだやっぱり線が細いんじゃないわかんないけど。いやー。それであまりあマリりス開幕戦、スタメン予想。うん。まあ、希望が入ってますね。この、多分ここは、ここは畑中で来ると思うんですけど、 まあ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 。もう最、この去年からの、やっぱり、この渡辺康太、木田拓也の、このツーボランチの安定感、やっぱいいですよね。いいね。俺は、チマが、チマ個人的に好きなんで、チマを見てみたいんですけどね。どっちかだから、まあでも、まあ、木田、木田外すってことは考え、想定づらいな。でも渡辺、デ渡辺康太の出来がやっぱいいじゃないですか。リンクが。いやルヴァン、あ、ルヴァンじゃねいゼロックスもめちゃくちゃ良かったからね。うまいもん。 いや、だから、それこそ、キダと渡辺光太って多分何をするかっていう感じじゃなくて、多分受ける回数が多分多いですよね。うまい、そうだね。で、あと、まあ、ま、キダはエリア内でのキャプテンシーも。いや本当にもうこれ、本当三3、4年前から言って、もうそのシーンという、キダ竹谷が点取り始めたら、多分マリノスもにもに金棒になるじゃないですか。いや、間違いないね。はずみろみたいな感じで、キダみろみたいな。はずみろ、キダみろス。す いやだってここで点取ってきてやばいと思いますよ。だって点取ってんじゃないですか、世界的には、ボランチで。そうだね。森田とかもこの間に点取ってましたし。そうだね。そこそ風見ろもなんか抜けてループみたいな人だし。そう、キーボードやっぱりミドルはあんま入る気しないもん。上に浮いてオッケーみたいな、ね。<laughs> とりあえずシュートで終われたからナイスみたいな感じだもんね。いバーにもあたったと見たことないですもん。<laughs> でも最近結構いいシュート打つのよ。 バーなんか、うわー,ーってがら、いこか、こうやってなってるの、僕。<laughs> どうやってわかんねえ。見えップ、ポップ。えオールラが軽いな、こんなっ <laughs> もう前はやっぱ強いっすね。いや、強いね。で、まあ。アンデルトン・ロブス・エーベル。そう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 。で、これに前線の控えは誰になるんですか前線の控えあ、マリノスはい。マリノスはだから、 うわー、まだ、あ、上中朝日くんあれだな、まだわかんないな。いや、あの子いいっぽいよ、結構。アンデルソン・ロメス引き換えて上中朝日になっちゃうって、ちょっとそう薄いんじゃないか気がないですか。そうだね、そこは不安要素でありますね。ですよね。2年目から点取り始めそう。そうだね、まあ、でもマリアス基本的にセンターフォワード、やっぱりウィングがえぐいから点取れるよな。 あポ前あのセンターワードのポジショニング次第ですよね。で、マ、ね、ンデル・ハンドベスからおた収めてくれるのがめっちゃ助かってないですかあれフィジカルで。いや、あれはすごい助かるね。あれはすごい。だって結局、バリオスはああいうサッカーじゃなかったじゃないですかぶっちゃけ言うと、あの、ウーゴとかいたときは、まあ。あいつは個人的にやらないだけですけど。<laughs> ウーゴ・ビエーラのね、個人的なすごいトレーニング、<laughs> 癖の強いトレーニング情報とか、まあ、今後、ウーゴ・ビエーラ特集としてやろうと思ってるんで。いやね、本当伊藤家の食卓ビリアをトレーニングしますからあいつ。 伊藤家の食卓見てトレーニングすんねよ <laughs> マジ本当トどっから仕入れたみたいな。いや、間違いない。ひがしてリハビリしてるのテトラポットなのがなんか一回なんかすげえ。テトラポットやっ,てってたよな。<laughs> インスタでね、ウーゴの癖の強いトレーニング見れるんで、皆さん見てください。アイコかウーゴが見られるでしょテトラポット。なので僕たちは別でサンドの飯よりサッカー観戦っていうあのポッドキャストもやってるんで、 そちらでプレミアリーグを中心に、まあ、J リーグもちょっと話してるんですけど、ね、あのポッドキャストをやってるんで、そっちもちょっと聞いてみてください。よろしくお願いします。まあ今後はねこの、こんな感じでもマリノスの情報を中心に J リーグが始まったら、J リーグの振り返りと。振り返り返とあと、まあウーゴ・ビエラとか、マリノス歴代スケット特集とか、そういうなんか面白特集もやっていければと思ってるんで。そうですね、それでいきましょうか。はい じゃあ、あのー、次は皆さん第一節あの振り返りで。第一節振り返り。はい。すみません。よろしくお願いします。J リーグを楽しみましょう。J リーグを楽しみ,し楽しみしありがとうございました。